皆さん、今日も富士サーピアノ音楽教室 YouTube チャンネルご覧くださいました。ありがとうございます。ピアノの先生の野博美です。今日はですね、ウィザードリーですね。いつもはですね、こちらのピアノの、スコアを使っているんですけれども、これはですね、バイエル修了といって、だいたい初級カテゴリーが終わったくらいの人ですね。まあ、その方であればどれでも弾けるよというようなね、まあ、難易度に収めてある曲ですけれども、今日はですね、CD 実はお借りしていまして、CD にね、ついてるのはね、こういったちっさいね、スコア譜がついてるんですね。これは、まあ、おそらく羽健さんの、まあ、その原曲に近いものだと、オーケストラの完全なスコア譜ではないですけれども、まあ、確かにこちらの方よりもね、音が密になっていて、まあ、よりこう複雑な音がするかなという感じですけれども、今日はですね、この小さい方の楽譜を使って弾いてみたいと思います。今日弾く曲はウィザードリー1ですね。これからワードナーという曲をね、弾いてみたいと思うんですけれど、こちらの方のね、プレイングポイントは、重々しく弾いてくださいねというね、徐々にそれが緊張感が高まっていって、まあ、最後には不思議なサウンドがしますよっていうね、ことですけれども、確かにね、この曲ね、最後私も一番最初に弾いた時に、なんだろうこの曲はっていうふうにね思ったんですけれども、最後に確かにね、不思議なサウンドがするんですね。ちょっとまずは弾いてみたいと思います。感じがすると思うんですけれども、どこが不気味な感じがするのかなって言うと、やっぱりこの半音階ですね。半音階っていう、こういうドロ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 っていうね、これ本当に白黒白黒ってね、ピアノの鍵盤を並んでますけども、これを全部ね、本当に隣ずつこういう風に追っていくのを半音階っていうんですね。そうするとものすごく不気味な音がするんですね。これなんでかっていうと、隣同士がですね、まあ言ってしまえば汚い響きなんですね。汚い響きがね、連続するとやっぱりね、こうね、不快な感じというか、こう不気味な気味の悪い感じがね、やっぱりその聞いていて、やっぱそのイメージが湧くと思うんですけど、ここで、ここにやっぱその抑揚といって強弱をつけるとね、もっとさらにその気持ち悪さが、こう倍増しますよね。ここのところがやっぱりその、まあ、あとここが、まあ、緊張感を兼ねているところですけれども、あとはですね、まあ、その中間部のね、不思議なサウンドっていうのはやっぱここですね。これもあんまり綺麗な音ではないですよね。これね、不協和って言って、まあ、やっぱりお互いがこう協力し合わないんですよね、響きをね。これは非常に素直な響きで、まあ、お互いが協力し合って綺麗な音を使ってますね。これが共和音って言って、お互いがまあ協力し合って奏でてるようなね、音ですけど、これは不協和って言って、お互いが協力し合ってない、どっかで反発してる音ですね。これ自体は反発してないんですけど、やっぱりここのところのこの音がですね、反発しているわけですね。こういう音を使うことによって、やっぱその不思議な、ね、音が作り出されるわけですけれども、まあ、最後の、ね、確か後半はちょっと弾きにくいかなと思いますね。でこれがですね、ピアノのスコア譜だと
っぱりちょっとね少ないですよね。まあそれが弾きやすさにつながっているんですけれども、まあ、こうやってね弾き比べてみるのも面白いかなっていうね、また新しいね楽しみを見つけてしまいましたけれども、またね折を見てまた何かねどれかを弾いてみたいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。